長島研修は、日本の空手屋、企業家。一般社団法人館をのれる、グループ理事長、株式会社、長島法務代表取締役、国際後進空手動連盟館をのれる理事長。段位は6段。福岡県北九州市出身。福岡県北九州市に二人兄弟の長男として、生まれる。3歳の時に空手を始め、小学6年生で初段黒帯を取得。 中学2年生で全九州格闘空主選手権大会優勝。中学3年生で全日本格闘空主選手権大会優勝した。同時期に柔道でも初段苦労日を取得。また、書道では北九州市最優秀賞や大分県知事賞にも選ばれた。高校では全国定時制通信制柔道大会の団体戦で準優勝。格闘技イベント。 激突チャレンジでは一本負けを喫している。高校卒業後は自身で空手道場をはじめ、世界10カ国まで成長させた。興味があることは何でも挑戦すると公言しており、不動産、アパレル、建設、飲食なども手掛けている。24歳でワールド空手グランプリ準優勝。25歳で実践合気道選手権大会優勝。 1994年福岡県北九州市で生まれる2013年福岡県立響高等学校卒業2016年一般社団法人日本指導教育協会を設立代表理事に就任2020年株式会社長島ホームを設立代表取締役会長に就任2020年合同会社ブラックルツを設立 代表社員会長に就任2020年合同会社、長島コーポレーションを設立、代表取締役会長に就任。ありがとうございます。